出社して15分後の11時15分なんですけど、 TMGA チャンピオンシップ池野谷コーチ対森山コーチで今日はちょっと対決をしていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。意気込みを池野谷さんお願いします。今柿花コーチ、木村コーチと2人激化しているんで、3人目の森山コーチもちょっと激化したいなと思ってます。森山コーチはいかがですか？いやまあ負ける気はしないんで。負ける気はしない。おとといもゴルフ行ってきたんで、まあ、なんとかなるんじゃないかなって、ね。まあ、調整は、調整バッチリです。そうですね。疲れだけがちょっと心配。3ホールなんで。はい、まあ、大丈夫です、大丈夫です。マッチプレイですか？マッチプレイです。3ホールのマッチプレイです。わかりました。はい、まあ、今日も千葉のグレートアイランドでやりますので。はい。はい、一応特別ルールがあります、はい、素振りは、恒例の禁止です。素振り禁止、素振り禁止です。素振りするとワンペナです。はい、素振りパターとかも全部、パターも全部です。全部ダメですね。頭の中の素振りだけってことね。そうですね。あ、わかりました。妄想です。あ、わかりました。はい、はい、で、まあ、できるだけ、まあ、早めに、はい、打っていただきます。早めに打つ。もう早めですね。早めに打つですか。はい、はい、そうですね。わかりました。プレイファーストで。ああ、そうですね。じゃあ、サクッと。はい。いきます。はい。はい、お願いします。じゃあ、先行方向で。はい。どうぞどうぞ。あ、ほっ、はい、こからっすか。ほっからっすか。いや、もう、それはチャンピオンから。センスチャンピオン。いやほらほら。今、いきなり。これ、方向とか変えてもいいですか？方向と、方向と、クラブ選択をちょっと変えた方が。あ、クラブ選択も。クラブ変えないと、結構飛びが違う。飛び変わっちゃうので。なるほど。できるだけ、そこは。OK です。結構なとこ狙ってきますね、朝から。いやー、すごい。さあ。完全朝一ショットですね。さあ。スペード、スペードで。いっちゃいます。はい。うわぁ、あ、でも結果、ボーナッシュも結果いいんじゃないですか、ね、真ん中じゃないですか。安全ですね。テンプラしましょう。おっと、おっ、おっと、おっと、安全策ですか。いやいや、やっぱりコースマネージメントですね。マネージメント、グリーンオーバーシャーみたいな。3番ユーティリティですね。そう、ユーティリティ3番。ナイスドロー。おー。それで次が昨日練習しましたよ、ね、昨日シミュレーション立てましたね。いやいやいや、これ2日ぶりの残りが 81.1 ヤード。 81.1 ヤード。クラブ選択変えたんです。あ、俺グリーンの方がそれ。これちょうどいいな。ちょうどいい距離だ。おっと、おっと、おお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 、ベタピン。オッケー。これ何センチですか？これ60センチ。60センチ。やばいな。この横 1.8m。いきなり感じてます。これは柿山コーチとは違うなぁ。強敵だなぁ、これ。ちょっぱな OB しましたもんね。強敵なぁ。強敵ですね。11アウト。強くないですか、これ。ちょっと。お、いや、ちょっと強い。おぉ、ナイス。おぉ、ナイスオンです。やばい、すじってましたね。おい、次は。ケニアさんのバーディーパッチ。プレイヤーワン。ただ僕はもうシミュレーション慣れしてます。よし、こっからが勝負ですね。 5.9m 下りのフックラインですね。これは入りそうもない。これは入りますね。 5.9m なんていうのはもう 5.9。 うまい、うまい、うまいな。うまい、すげえ、うわ、うまい、うわ、いい感が。うわ。1.9m ですね。うわ。
1.9 1.9 メートル。ちょっとこう、あ、でも上りのストレートですね。これはもうポンってやれば入るじゃないですか。ガツンと打ったら入りますよ、ポンと。おーオッケー、ナイスハリー、ナイスハリー。違いますね。違うなぁ、やっぱ弟やってるから、弟やってるだけあって、もうちょっとだってグリップもこうですからね。やばい、森山コーチ、ワンアップ。パー3、144。144。まあ、8番ですかね。8番。ちょっと。9番じゃいかないよな。ちょっと微妙な距離ですね。微妙ですよ。お、いかがですか。いやー、これは気に入ってますね。おおいお、これ80cm。 まずいな。 80cm まずいな。お、8番やんで、8番やんで、まずいな。方向変えてる。なんで方向変えてるんですか。風ですか。風が、風あの右から。なるほど。4で4。お、しっかり。うまくないですかこれ。あ、ちょっと左に行ってんな。あ、でもナイスオン。あ、でかい。いや、ナイスオンですね。ナイスオンです。マッチプレーですか。いやいや、マッチプレーなんで、勝負パターンです。終わっちゃいますよ。シミュレーションありえますからね。そんな強かったっすか。シミュレーションありえますからね。7.9 メートル。下りのスライスライン。下りスライスライン。弱い。どうなんだ。うわー、弱いかー。これはむずい。ケンナさん、珍しいっすね。弱いか。入れなきゃいけない。やばいやばいやばい。入れなきゃいけない。これ入れないとまずいっすよね。入れないとまずいっすよね。入れないと。チョイスラ。チョイスラの左。タッチですよ。タッチ強くなりがちだけど。立てる選択欲しいですね。俺でもこれは外せないですよ。これもう僕は分かんないですからね、まだ。お、ナイス。シミュレーションあるあるですね。おっとあ、でもあれだ、あれ結構行きましたけどね、今ここ。残りですから。お、まさかの、このオール分けましたね。そうでしょ。危ない。ちゃんとやったのに。危ない。残り80cm から。まさかの3パット。まさかの3パット。488ヤード、パー5。パー5。右から結構風が来てますね。8メーター、7メーター。バーン打てば、ゾーンですね。
ね。おお、いいとこ攻めましたね。ちょっと飛んでないけど。おお、ギリギリ。ああ、フェアウェイに一番いいとこですね。まずいな。いやー、ちょっと質問である。じゃあちょっと右から。ちょっと重みかけていきたい。百円かかってる。があったんですけどね。おお、ちょっとどれだ、ちょっとかかるな。これはちょっと左かかるんですよね。あ、次が、あ、刻む感じですか。飛んでますけどね。あ、ちょっと効く。ちょっとこれ厳しいんですよ。厳しい。うわ、結構こっちがバックグリーンってことですか。厳しいんですよ。距離はね、全然ちょっと厳しいんですよ。あ、でもありますよ、これ可能性。いやいや、可能性あるんですけど、全然右から。右多いですからね、これ。ナイス、風来てますかね。ちょっとじゃあ右から。あ、いいっすね。右から。これもういけないかな、得意な、うん、スーパーピッカー、スーパードローで。スーパードローで、もう落としたら負けな。218ヤードですね。次、5番ウッド。5番ウッドっす。投げますからね。おお、いい感じ。でも、いい感じ。逆に今ちょっと噛んだけど。いや、噛んだ分だけ。ちょっといいんじゃないですか。いいんじゃないですか。うわ、惜しい。惜しい。ややこしい。やばないっすよ。217。217。危ない危ない。の感じだと、このユーティリティの3番でいくな。これでバシッと出ば、打ったらもう、これ行くんじゃないですか。トゥードームですよ、トゥードーム。ちょっと左。おっと、あー、ちょっと左で番入。お、いいキック。おー、ナイスキック。いやー、距離はいい感じですね。いい感じだな。追い詰められてきましたね。体がカチカチですね。アプローチ勝負ですね。18ヤード。もうこれ入れに行きますからね。入れに行きますよ。入れに行く。入れに行きますよ。クラブ大丈夫ですか。絶対ダウン。オッケー。オッケー。入れに行きますよ。オッケー。はい、ちょっと後ろに。おっと。いやー、これややこしい。ちょっとハプニングです。ややこしいとこは。や、壁に壁に当たりましたよ、今。やばい。あれ、これ僕ですか。あ、そうっすね。あ、そうっすね。そうですね。14ヤード。14、これ、まあ、大丈夫です。柔らかい感じで。まあ、やばいな、これ入れないとまずいっすね。まあ、そうっすね、これドーミーですよね。ドーミーですね。 11.6、 残り1m。 もうまっすぐ。おぉ、しっかり来た。しっかり打った。お、来た。おぉ、ナイスタッチ。ナイスです。ナンパ。道分かんないですからね、俺も。これも慣れましたから。ちょっとやればいいんですよ、ちょっと。下りのスライス 1.9m。 あ、結構曲がる。結構切れますね。こう切れますよ。これでも最後、かっこよく。おっと、おっと、いやー、まあ、60cm 以内に逃げてたんですけど。よかった。いやー、よかった。いやー、これやってきた。初めて。気が気です。あー、おー、あー、いい成績ですね。2人とも。そうですね。そこはパワープレイで。池の場所、1-on-1。コーチ対決第3戦。パターン難しかったですけどね。難しいです。素振りしたかどうか覚えてないですけど、してなかったですよね。素振りはしてないです。はい、はい、パッティングは意外と
はい、今回は森山コーチがワンアップで、はい、ありがとうございます、はい、勝利ということで、はい、ありがとうございます。次はマルコーチなのか、はい、コーチもしくは敗者復活があるかもしれない、はい、なるほど、はい、まあ、誰とやるか分かりますけど、森山コーチと、誰か分かりました。戦います、やります、はい、はい、またよろしくお願いします。はい、次回楽しんでいただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。